今回は積雪がある中で、地震により原子力災害が起きた想定で、道路の寸断で孤立した地域からの住民避難を訓練しています。柏崎市西山地区では、自衛隊員が道路の障害物を取り除き、支援が必要な住民をタンカや車両で一時集合場所に搬送、福祉車両などに乗せ替えて避難させるまでを訓練しました。 今日の訓練には県と自治体、東京電力、陸上自衛隊のほか、地元のバス・タクシー会社や一般市民も参加しています。午後は刈羽村で大型雪上車を使った住民搬送を訓練します。